もしかして、キリュウさん？久しぶりだな、ママ。もう、びっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。ってことは、出所されたのね。いや、いいんだ、ママ。あら、そ、それより。そうなん、本当に、キリュウさんも。ああ、そうだ。何かしら。秋山。ああ、少し変な事。そう。この辺りで。え？ずいぶん理由は…そうなの、はるかちゃん…そうか…でも、あと…ママ…それじゃ…そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。しばらく寝てろ。すいません、まだ味…あれ久しぶり…本当に…マスター…聞きたいこと…スカイファイ…ええ、あ…あいつと俺…そういえば…そうか…ただ秋山…その噂…そうか…はるか…あれ…ああ…あ、そうだ…でも…すまないな…うわ
ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方途上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだな。何？秋山って男を知らねえか。
スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。